そして独立リーグでは今年のドラフト候補田澤純一がシーズン最終戦に登板。マウンドに対応できればもっと良くなると話しながらもフライ2つで2アウトとします。最後はストレートで空振り三振を奪い1回を無失点。34歳の右腕が運命の日を待ちます。まあ、無事に怪我なくシーズン終われたってことが良かったかなと思います。あとはなるようにしかなれないのかなと思うんでね、まあ、それを待つだけかなと思います。